それではここからは東北の絆のコーナー。東北を忘れないためにこの戸塚から発信していこうと決めました。2011年6月に私は東北地方の沿岸部臨時災害放送局を回りましたけれども、そこで皆様が忘れないでくださいというその言葉をその場所でしっかりこう心に刻みながら戸塚から発信していこうと思いました。こんな応援の仕方があるんだということを戸塚の地元の方たちがご出演くださってお話しくださったり、連続して継続して何度も東北に行かれているヤコブさんにも福島にこだわりながらですね、もう十何回とおっしゃいましたね、通い続けて一緒に歌を歌ったり話を聞いたりしているというヤコブさんをスタジオにお招きしてお話を聞かせていただいたり、さまざまな形で東北の絆、必ずこの4時15分は東北のことを思っていただく、そんなコーナーにしたいと決めたわけです。そしてこのコーナーを支えてくださっていますのが当初からです、税理士法人山重会計事務所の提供でお送りします。山重会計事務所の皆様、本当にありがとうございます。年内にね、またご挨拶に伺いたいと思っています。なかなか山重先生はお忙しくてお邪魔させていただいてもね、今までそうですね、10回以上行ってお会いできたのが1回でしたでしょうかね。スタッフの皆様にね、伝言を託して、そしてこのお礼の気持ちを伝えたく思います。さあ、それでは今日の東北の絆、また今度ですね、ヤコブさんからこの前連絡がありまして、来週13日の土曜日、東北の絆はヤコブさんにご出演いただきます。そしてご出演くださった方がこの戸塚から、例えば日本酒の利き酒師の磯野さんはネット販売で東北の蔵元のお酒をここから皆さんにお届けしようとこう考えていらっしゃったり、それから絵はがきを作って東北を応援したいと思っている川内さんがいらっしゃったりということで、さまざまな形の応援の仕方があることを教えてくださいました。そしてまた今度はこういう方が同じつながりでいますよということでご紹介いただいてね、いろいろな方に東北への応援の仕方、こんな形で応援してますよということをお話しいただきます。さあ、そして今日はですね、随分と読み進んできました語り部証言17代 3.11 のこと、2011東日本大震災未来サポート石巻が作った小冊子の中から語り部証言ご紹介していきます。今日ご紹介するのは大島光春さん、昭和17年生まれの大島さんです。損害保険代理店経営の大島さん、この大島さんの語り部証言、今日は私の声で読ませていただきます。この人助かりますかというタイトルです。仕事柄、車による毎日の顧客訪問順路は決まっています。あの日もその最後の場所、グリーンゴルフ練習場に立ち寄り雑談をしていた時でした。まずゴーというすごい地鳴りがしました。航空自衛隊松島基地が近いのでブルーインパルス午後の飛行かと思いましたが、何か違うのです。次の瞬間、ものすごい揺れが来ました。
四つん這いになって体を支えました。落ち着きを取り戻すまで30分以上かかりました。その間にあるお客さんの搭載ナビから北上川に 3.5 メートルの津波と知りました。その程度なら川が飲んでくれると思いました。自宅南浜地区のことはあの揺れでは倒壊したと判断しました。帰る気はありませんでした。ひとまず娘の嫁ぎ先紅葉地区、今回は無事だった地区ですに避難するつもりでした。娘のところに行くには私が津波に飲まれたところをわざわざ通らなくとも、練習場からは他の道が何本もあったのにと今は思います。まず車で石巻方向へ向かいました。この車線はガラガラでした。このまま国道45号を200メートルほど走り、紅葉地区側に左折するか、空いている新橋を渡って300メートル行ったところで左折、そして紅葉地区に向かうか決断の場面でした。私は躊躇せず新橋方向に進みました。車線が空いていたこともあったでしょうが、仕事で通り慣れている道を無意識に選択したのです。この判断が後に自分をあわやの場面に導いてしまったのですが、橋を通過して工業港通りとの交差点に差し掛かったとき、前方の方向から迫る波を見ました。慌てて車を道脇の民家敷地に突っ込みました。ついで坂道の小高くなっている歩道の街路樹につかまりました。右方向の工業港通りからも激流が来ました。車、瓦礫、人を巻き込んできます。助けてと叫ばれてもどうすることもできません。自分に瓦礫、車が当たってこないようにと祈るだけでした。水高がどんどん増します。携帯電話で妻に生きているとだけは知らせることができました。向かい側に見えるアパートの2階からシーツを垂らして子供を4人5人助け上げていました。周辺はもう沼のようです。雪が降っていました。下半身を水につけたままで8時間以上経った頃、午前0時近くです。結果的に津波の逆流をそこで止めた形になった運河土手が突如決壊したのです。水の深さは3メートル以上、そこに向かって流れ出しました。流れは次第に強くなり、立ち木や瓦礫にすがりついていた人を次々運河に吸い込んでいきました。私がいたところは決壊場所から100メートル以上もあったのですが、流れに耐えきれず私もその一人になってしまいました。厳しくなった夜の寒さで体や腕の感覚はすでにありませんでした。運河の底を数回転がったことは覚えています。転げながらもう終わりだと思いました。苦しさはありませんでした。一度浮かび上がりました。土手や橋に鈴なりになった人がこちらを見ていました。あとは分かりません。もう一つ下流に橋があるのですが、そこで助け上げられたらしいです。この橋の下を通過すればほどなく海です。そうなったら私は今ここにいないでしょう。ちなみに石巻で最初の災害復旧工事はこの決壊箇所が最初だったと聞きました。気がついた時は救急車の中です。その瞬間から猛烈な苦しさに襲われました。嘔吐し激しく震えるだけでした。
石巻赤十字病院に着くまで15分くらいの間、救急隊員は吐けるだけ吐けと励ましてくれました。病院に着き、簡易ベッドに横たわる私のそばで看護師さんが、この人助かりますかと医師に聞いています。医師は一言、入院させろと言いました。この時私は正気を取り戻しており、周囲には私よりすごいと思われる症状の人もいたので、このやり取りは他人事で聞いていました。でも私のことでした。生温かいビニールの袋状の空間に入れられ、だんだん体が温かくなっていきました。低体温症ということで4日間入院しました。私が助かったのは病院に運ばれた時間帯が早かったからです。当時石巻で稼働していた病院は日赤だけで、時間が遅くなればなるほど瀕死の人々が次々と運び込まれ、ごった返したのです。全く幸運でした。続く、今日はこの人助かりますかという大島光晴さん70歳の方の語り部証言をお届けしました。皆さんはこの語り部証言、実際にその石巻でね、応援に来た方たちに語って話しているということです。小冊子ができまして、私の声でね、今日はお届けしました。今日の東北の絆のコーナー、税理士法人山重会計事務所の提供でお送りしました。